推しキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいます。リスナーの皆さんからはその中でも特に推しキャラは誰なのか、どんなところが推しなのかを送ってもらい、そちらを紹介していくという皆さんの好きを集める平和なコーナーです。素晴らしい。かわいい声。今回は例題代わりですが、はい、に僕らが好きなキャラクターについてお話ししたいと思います。じゃあちょっと僭越ながらまず私からよろしいですか。お願いします。私堀江駿の推しは、はい、7です。もう僕最初は声で選びまして、うん、もう田村ゆかりさんという、もうもう、はい、ゆかり様の担当されているナナちゃん、まあ幼女というか、うん、まあキョンシーというか、まあ、うんうん、死んでるようなキャラクターなんですけれども、うんうん、結構なんだろう、言葉数の少ない中にも、うん、可愛げがあるような、うんうん、そんな女の子で、ふぼくろっていう薬屋さんにいる、はいはい、白術さんっていう、はい、ゆさこうじさんがやられてる、はい、すごいエッチな、なんか、メガネをかけたエッチなお兄さんと一緒によくいる女の子で。はい、コンビいいですよね。めっちゃいいですよね。いい、個人的に白術さんの実装も密かに待ってはいるんですけれども。いやいや、ということで、まあ、今回はナナちゃんの、そんなナナちゃんの実践紹介動画、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。かわいい。もうかわいいよ。ナナ、キョンシーだ。そうか。見えてないの、かわいいんすよね。雪だるま作りたい。ああ、かわいい。走ってるのがもう。テクテクテク。かわいいこれ。ナナちゃん、海とか泳いでるとき、他の人だと足がつくけど、ナナちゃんのときは足つかなくてみたいな。細かい、素晴らしい。いや、結構強いんですよ。そう、回復と攻撃両方使えるから、うん、これすっごい、これね、落ってきたとき。いい、という素晴らしい、火力よし回復よしの、うん、そんなナナちゃんでした。最高でございます。じゃあ続いて、はい、コガちゃんの推しキャラ教えていただいてもいいですか。もう私はもう割ともうね、序盤の方からもずっと推し、お銀遊野郎ことウェンティさんです。わー、間違いない。はい、うん、もうだってもうまず私はもう見た目が最高に好きです。やっぱりショタショタショタ、もうありがとう、ありがとう、感謝。もう短パンありがとう。そして短パンに白のね、白のなんだあれは、ストッキングなんですか、なんですかあれは。あれは最高ですよ。ああ、そうですか。はい、そしてもう帽子、お帽子もよく似合います。ああ、確かにね。それね、ボイスもまた相まって、はい、本当に本当に素敵だ。語ってるとこあるじゃないですか。 はいはい、あそこすごい好きなんですよ。またこうウェンディさんの可愛らしくもちょっとミステリアスな感じとはまたちょっと雰囲気が少し変わっていて、うんうんうん、本当素晴らしいなって思ったり、もうとにかく好きなんだ、はい、すごく伝わってきました。ちょっとぜひ見ておいていただきたい。じゃあエピソード動画、はい、いいですか。お願いします。どうぞ。これや、これ、語り、これや、そう、これ。主風が流れるな。もうずっと私のためだけに歌ってほしいんですよ。ずっとずっと強欲。ずっと美しいでしょ。美しい。私あとここ横のこの三つ編みも好きなんですよ。横毛三つ編みも好きなんですよ。横毛三つ編み、横毛三つ編み、あ、本当だ、横毛三つ編みだ。いいですよね。横毛三つ編みって言うんだこれ。横毛三つ最後、あ、いいよ、本当に。いいな。ボレアスは威嚇するよう雄たけびを上げ、ずっと聞いていたくなるんですよね。可能な話は我に言え。風神は最初の剣族、竹が素晴らしいですね。足の短パンの、ここ短パンからの竹が本当に素晴らしい。素肌が見えてないのもまた逆にいいですね。素晴らしいところ。いや、そうなんですか。露出がないというところなんです。短パンなのに露出がない。ね、はい、素晴らしい、素晴らしい。あとこの肩のね、このデザイン性の高さ、あのフリフリが似合うのはもうウェンティしかいない。あ、そうですか。いや、本当好き。
でもウェンティは本当に、まあ、見た目の良さも声の良さもあるし、うん、あの戦闘中もすごいマルチでめちゃくちゃ活躍するキャラクターなんですよね。こう風で一気にこう一箇所に集められるから、うん、そこにめがけて他の人に攻撃を任せるっていう、うん、もうマルチでは欠かせない存在ですね。言っといてほしい。はい、ということでカバチャパンツが王子っぽくてまたいいんです。ああそうなんですね。え、はい、あのこんな感じで皆さん各キャラの動画も交えつつ皆さんが好きなキャラクターについて紹介していきますので、あなたの推しを教えてください。以上推しキャラプレゼンのコーナーです。